じゃ続きます。小見さんに面白いこれ参考一になれると思います。どれ？こっちから見えへんねん。団子一やろ、団子一ブロックアドバイチャーはい、チーム肉団子まあまあまあ具材やな、一人串がいますけど串役だよ、串役が目的地があるんですけど、はいはいはい、クイズに正解するとそこにたどり着けるという。なるほど、ちょっと面白いけどね。それたどり着きたいですね。ちゃんとお前らあれや、ちょっとお前例に狙ってお前行きたい方向にちょっとお前体を傾けるよ。でボルトフロントがさ右に行くか傾けた瞬間ピロマル左に傾けなくてももう意味ないけどな。これちなみになんですけどクリアしたら何かもらえますか？じゃあクリアじゃあクリアしたいやもうマジでクリアしたら超豪華晩飯が待ってます。なるほど、なるほど、はい、以上以上肌でイーツプレスネクスト。もうすぐやばい、もう来る、もう来るわ、ごめん、問題問題チュン、電眼はどっち？ちょっと待って、いやちゃんとつけてる。ええこれ右やろ、どう考えても。そうですね、さすがに右ちゃう、これせーの、おい、はい、じゃあとりあえずこれ右に回ります。とりあえずはこれ右に回ります。いや今の右じゃん。そういや、もう、まあ、あの首の角度はシス型とトランス型のさみたいなでも気合いさえた。じゃあこれ右、分子式は同じだった。ビロビロビロオーケーよかった。さすがに右やったと思うわ。確かにさすがに右やったと思う。もちろん左はダウンディ。ああそういうことね。でもこの問題いい問題、これなかなかでも結構いい問題こう見るとめっちゃ似てるわ。よかった。いやでもこれ多分な、俺のやつ言って高速乗るんよこれ多分。あこれ怖っ、急に来るから。これもさ、いつ出そっかなっていう恐怖があるんだけど。いやでも決まってるんじゃない。いつどういうこと決まってるんじゃない。見切りさせちゃうんですか。その交差点まであと何分ぐらいかかるかっていう。ああそういうこと。ちなみにさ、これ間違えたら即終わりってことは尺2分とか3分の方が分かってるから。この動画10分の尺は大変。はい、じゃあ頑張れよ。はい、問題。はい、気候はどっち？気候って何？気候は気候です。地中海性温暖湿じゃなくて何を言ってんのよ。ステップや、ステップ気候って。あー右正解は1分後。なんでそんな、なんでやねん、生殺タイムやめて。予想以上に早く傾いたからさ、トロッコもダメ、人気ないの。あ、これだから、わかりました。要するにこれね、高速道路に乗ります。問題聞かなくても、到着地点を予測したら俺大体行けんだよ。俺大体もう運転してる。おい、そのチートスケアだよ。あ、分岐が来たぞ。ビギ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 。あ、みんな右選んでる、みんなステップ選んでる。あ、アホや、あいつ。あいつアホや、アホや。ほっぺ選んでるやついる。ベロ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 。マジでこっちがパニックになるわ。ほんまは、これはない。右でしょ。絶対右でしょ。ほら。次左手から右まで想定してたのよ、俺。じゃあ、お前ら問題でいうと、完全方傾いてくる。で、こっからは、直進か出るか。はいはい、なるほど。右の場合、直進なの。左は高速出口です。これでもさ、あの間違えたバージョン見たくなってきたから間違えてみるってパターンある。これ間違えたバージョンの鼻を張るアスファルトに沈むっていうか。問題、やばい急に来る。重いのはどっち？え、何？右、何？青朝青龍と右じゃん。え、今現役の時やろ。はい、右やん。あ、じゃあ、なんでそんな悩むんですか。お前、何しろ。横綱と一緒にしちゃダメです。向きがもう来てるよ。右。このままステイ。まっすぐってことね。はい。ほんまにいいの。ペロ。はい、朝青龍は141キロと書いてました。なるほど。意外と軽かった。意外と軽いですね。100ルート2キロね。ああ、100ルート2キロ。まだこれ、このレベル。
このレベルが今日は出てきます。今日はだからあのミサさんはあの喋らへんタクシー運転手ってことで、おしゃれしてきた。完全にあのミサさんはタクシー運転手。今日私でもドライバーの気分やから今めっちゃ。ドライバーの気分ってドライバーやけどな。イニシャル D の気分。あの気分って。はい問題。はいはいやばいやばい。できるのはどっち？できる。やばいやばい。ちょっと待って。どういうことどういうことどういうこと。できる？キャン。カンカン。え？キャンカン。タヤ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 、できる、できる、何これ、え、で、何できるやばい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 、え、ミーミー、わからんわからん、ミーミー、せい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 わからんかった今の、いやー、今の問題わからんかった え、分からへんかな、これ。あ、出来すぎくんですか。お正解。出来すぎくんだ。伸びたと出来すぎ。あー、そういうことか。あ、そういうことか。俺、そういうことか。はいはいはい。おや、いい問題は。うわ、すごい。いや、よくできてるわ。よくできてるわ。いや、来てました。あんなよくできてるっけ。いや、出来すぎちゃえば、やっぱり水色やんな。蝶ネクタイに水色やんな。僕も、スタやった。これはスタヤカードやろ、間違いなく。Tポイントカードですよ、これ。じゃあもう前を来たら右が通じるのは、もうここぐらいまでやと思う。そうそう。俺がそう、これ、あ、分かった分かった。これ分かったぞ。はい。実家。あの実家。で、高級店や言うて、あのお母さんの手料理食べれるっていう。っていうパターン。まあ、それか。もしもし？電話しだしたいよ。お母さん、料理できてる準備。は？何？え？は？え？あ、もうちょっと。まあ、オッケーオッケー。絶対。じゃあ準備しといて。え？いや、絶対うせえよ。絶対うせえよ。うわ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 。今心がザワッとした。今ザワついた。あ、やばい問題。え？やばいやばいやばい。問題出します。大山崎ジャンクション編。はい。おい。三千と一度といえば。有理数。兄弟。無理数。兄弟。無理数無理数。何ひらひらひら。東大。東大か京大かじゃないですかこれ。ああ東大か京大そうや。右や絶対右。右です。右右右右右右右。はい回答は300m後。でも今の絶対合ってるだよ。絶対合ってる。京大で出たら丹田で一段有利数。清丸さん蚊帳の外。話してます。超有名問題。丹田と一段は有利数かっていう問題が京大で出て結構有名な問題っていう。伝説の一行問題。ピロ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 。まだな。さすがに。いやこれはでもいやよく分かったな東大から一瞬俺兄弟東大って言ったのに分からなかった。大体ね兄弟を Google 検索するとき一旦兄弟入りますから。あー分かる。元阪神の金本いるやんか、はい、金本って打つと金本位制が出てくるって。金本位制が出てくるってこれもあるあるやん。大体次はまあ京都南編や。お京都南編。もし京都のあの一番有名なあの辺に行くんやったら降りるね。京都に美味しいカニ屋さんがあるみたいなやってませんでしたっけ。俺は聞いてない。ほな言ってた。違いましたっけ。滋賀県でした。そんなんやそんなんや。いや分かる。京都にも滋賀にも絶対あるから美味しいカニ屋さんぐらいに覚えてくれて。行くぜ。はい。やばいやばい。問題ローランドはどっち。やばいやばいやばい。俺か俺以外かですか。俺か俺以外。俺か俺以外かちょっと待って。ちょっと待って。緑は適用されてる集合ってことやな。だから A って右じゃない。だって右俺あ俺以外か左ってことか。どういうこと。分からなくなってきた。え、俺あ、だからローランドは俺なんですよ。ローランドは俺やった。だから A じゃないですか。A に色ついてる。ローランドはどっちか右やな。右右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 ペロペロペロ。 A か A バーかそうだから A か A バーかローランドつまり。でもやっぱ今みたいな問題パニックなるわ。ビロマルだけは落ち着いておいてたから俺パニック担当するから。老害でしかない。老害でしかない。でもさ、これこうなってきたらさ、いよいよさ、京都東で降りたら花尾の家です。ワンチャンある。ワンチャンある。次がもし左の問題出てきたら、あもういよいよです。いよいよ。京都東で降りるときってウィンドサーフィンの大会か花尾しかないんやから。絶対花尾の家やん。マジでもこの道。まあしばらくまっすぐでいい。この道通るときって絶対花の家やもん。次はまあ、マノインターチェンジ。マノはウィンドの大会やったら降りる。花の家やったら降りないのよ。事前情報言っとくと。ウィンドサーフィンの大会やったら降りんねん。マノで。そうですね。降りないかもしれない。俺は降りない可能性にかけたい。ああ降りない。
で、この事前情報ちょっと大事やから。あ、ちなみにここ着いたらみんな棚田って言います。このあー、棚田ここのこと棚田言いがち、棚田言いがち、棚田って言います、ここのこと。間違いない。この景色を見て。ちなみに次の問題、電源じゃないと解けないです。で、逆にピロマル行こうか。絶対ミスりますよ、それ。じゃあ問題、あ、やばいやばいやばい、長いのはどっち。あ、鼻すれこ投げ、あの、HY です、これ。これ HY、 これ HY です、 HY です。 HY は366日って曲出してるんで、左の方が長い。左です。早い早い。ピロピロピロ、なぜわかるんだ。なぜわかるんだ。花草の H で横投げの前に。ちなみに天眼が4年前ぐらい動画で言ってるから。言ってましたね。言ってましたね。マジで。ちなみにこれは俺の中学の時の友達が H のことずっと花草横投げって言ってて、そいつはパクリね俺。パクリやったよ。だからあくまで二次利用だよ。二次利用。あくまで二次利用。さあ、いよいよもう大詰めよ。ここまで来たら。いや、これやったら花の H じゃないわ。これ花の縫いじゃない、これあのウィンターの大会です、これ。部活の大会の時のルート、これ。それは解雇ツアーまである。解雇ツアーやろ、これ。右二人何本もんないと思うで。部活の大会の時の現場とか見せられてもさ、どこにグルメが眠ってんだもん。確かに。で、ちなみにあの次俺との実家行くかどうかの、まあ、分かれ目の問題。あ、そうね。確かにこっちからも行けるもん。また実家っていうアプローチあるからね。それを強調するってことはいかへんっていう可能性あるよ。いや、それ逆のパターンもあるから。協調構文やもん今の。お前らだってもう。問題。あ、じゃあ問題出すぞ。やばいやばいやばい、来た。問題。どっち、はい。偉大なのはどっち。え、何が違う、何が違う、何が違う。え、一緒じゃない。一緒ですね。ちなみに一緒です。え、偉大。つまりこれはどう見るか。左か右かが大事なのか。説ありますね。まあ歴史的にって感じかな。右、偉大。なんちゃら兄弟って言いました。ライト兄弟、ライト兄弟、ライト兄弟、右や、右や、それや、もう絶対。今ピロマルさんのヒントで。確かに絶対当たってる。はい、じゃあまっすぐです。じゃあライト兄弟やわ。正解やったー。からの最終問題。最終問題。左はレフトである。左は置き去りにしろ。右ってこと。あ、そこのコース、あの、リーブレフト、レフトのレフトじゃない。これだって、つづりそっちじゃない。確かに。五、置き去り。三、右じゃん。二、広まるどっち？右で、右で。正解！正解！どういう意味か当てて、ちゃんと。右に同じとかですか？あ、分かった分かった分かった。はい。左はレフトであるライト。つまり？That's right。 正しい方をライトって書いて右。はい、正解です。なるほど、なるほど。はい、そうです。うわ、すごい。というわけで到着。うわー、ほんまにいいとこ。はい、ほんまに。俺がマジでずっと行きたかったカニの山やし。カニの到着いたしました。ピロマル意外と役に立ったな。最後めっちゃ最後ファインプレー、ファインプレー。だって俺ステップ帰国者やってるやん。あとあの HYはい、というわけでね、なんと今回の動画はですね、あの僕たちがねニュージェネレーションアンバサダーを務めているグランサガのね、あ、4本目の動画になるんですけれども、3月10日に新しいねキャラクターが登場しました。へー。剣士っていうのは今までナイトみたいな存在だったんですけど、とうとう侍のカイト、これ登場いたしました。おお、とうとうです。カイトって名前ってこと。カイトって名前ってことですね。かっこいい、はい、かっこいい、うん、危険すぎそうな感じ。2人目だめ。かっこいいやん。あれですよね、シュンと並んで足速そうですよね。うん、確かに確かに。で、まあ、2人目のね水属性なんですけども、水というよりかはね、まあ、氷のような、印象ですね。で、まあ、グランサガのね、まあ、オープンチャットの方も毎回なんかファンの方がね、まあ、コミュニケーション取り合ってて、まあ、すごい、盛り上がっててくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれはほんまね、もうファンとのツールよね。いや、本当に。子がもう、子ジェネレーションシステムがもうはびこってるから。子ジェネレーションシステムみんな言いすぎました。確かに、みんな可愛いフォントで送ってくるからさ。なるほど。めっちゃ可愛い。はい。で、グランサガというのはもう、声優さんがもう超豪華なね、もうハイスペックスマホゲームになってますので、ぜひね、皆さん、概要欄に URL、記載してますので、ダウンロードしてみてください。というわけで、最後にね、
今回新しいキャラクターのそうカイトくん、カイトのねムービーがありますのでね、最後それを流して終わりたいと思います。どうぞ。侍として誓った、あの方のために生きると。あの方の脅威となるもの全て喰らえ。かのようなことすべきではなかった、自分の過ち。で、悪いが一度始めたものはやめるわけにはいかぬ、それが道だ。行くぞ。この刀で、やれ。俺に任せろ。刮目せよ。もう二度と過ちは繰り返さぬ。すべて切り伏せる。あの方を守るため。